暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょうみなさんこんにちは森田です今日は第十九回目のお話テーマは イエスと友達多忙な人たちです。外国に出かけたとき常々思うのは。日本と外国では時計の進み方が随分違うということです。もちろん同じ時計なのですが。日本では随分せかせかと時間が流れて行きます。ところが外国では。 若干のんびりと時間が流れていくように感じます以前お話ししたフィリピンでのホームステイ体験でも同じように感じました全自動洗濯機がないところで汗をかきながら半日近くかけて洗濯をしましたが不思議なことに洗濯機もテレビもない家庭で日が暮れた後 晩ご飯を済ませてから、とてものんびり、ゆったりと、いろんな話をすることができました。また、電話の着信音を一つ取ってみても、同じように感じます。日本の電話着信音は、急かされるような鋭い音色と速いリズムなのですが、アメリカの電話着信音は、日本よりも、 ワンテンポゆっくり鳴っているように感じましたベルが鳴った後次のベルが鳴るまでにしっかりと間があるのです心なしか出てくれるのを待ってますよと優しく言われているような感じでした電車の発車ベルもそうでした日本の駅のホームではけたたましい音が 鳴り響くのですがタイのバンコク中央駅ではカーンカーンとのんびりとした鐘の音が列車の発車合図でしたもちろん日本と同じようにせかせかと時間が流れる場所や瞬間もあると思いますでもあらゆる場所でせかされているように感じるのは私だけでしょうか せせかかしたた時間の中でここれまま思うことがあります昔と比べてはるかに家電製品が充実した現代の日本でなぜここまで忙しいのかということです。今の世は洗濯機や食洗機などが活躍し自動の掃除機まであります。火事に咲く時間は ずいぶん減ったはずです私たちは空いたはずの時間を何に使っているのでしょうかこれは隣に幼稚園や保育園がある教会に住んでいたときに感じたことですがお母さんたちをはじめ保護者の方々に少々余裕がないと感じましたお子たちの送迎に来られる 保護者の方々の多くは、早くしなさい、ぐずぐずしないの、といった言葉をお子たちにかけていることが多かったように思います。そして、幼稚園や保育園の登園時や迎えに来られるときなど、ものすごい行走でお子たちを前と後ろに乗せて猛スピードで失踪するお母さんたちの姿も、 多々見られました私の母は自転車にも車にも乗りませんでしたが幼稚園の帰り道やお買い物に出かけた時にのんびりと歩きながら私にいろんな話をさせました「今日はどんなことがあったの?」とか「誰と遊んだの?」とか時には道端にある花を見ながら この花はきれいねといった会話を交わしていました今の日本は忙しい病せかせか病が国全体に蔓延しているかのようですそしてそのような気持ちは次から次へと未来の世代へと受け継がれていくのでしょうか忙しいからこそ私たちは時間の使い方に 工夫を加えなななければならいないと思います忙しいからこそ一番大切な事柄に時間を割く勇気を持ちその決断をしなければならないと思います。とはいえ古今東西昔から忙しくてせかせかしている人はいたようです。聖書は次のようなマルタと マリアの話を伝えていますイエスがある村に入られた時マルタという女性がイエスを家に迎え入れました彼女にはマリアという姉妹がいましたイエスを迎えてマリアはその足元に座りイエスの話に聞き入っています 逆にマルタはいろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いていますついにマルタの堪忍袋の「お」が切れてイエスに苦情を言い始めます「主よ私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが何ともお思いになりませんか?」 手伝ってくれるようにおっしゃってください。実はこの箇所は多くのお母さんたちが共感する箇所でもあります。もてなしのために忙しく立ち働いているマルタに共感して彼女の味方につく人が多いのです。家族のために毎日忙しく立ち働いているからこそ マルタの気持ちがとてもよく理解できるのでしょう。しかしながらイエスはマルタにこう答えられます「マルタ、マルタあなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは 良い方を選んだそれを取り上げてはならないところがイエスはマルタを叱っているわけではありませんしもてなすことが悪いともおっしゃっていませんあなたは多くのことに思い悩み心を乱しているよとマルタの今の状況を伝えて 必要なことはただ一つだけですよと諭しています。話は変わりますが、ドイツの哲学者にヨゼフ・ピーパーという人がいます。この人は自らの著書、余カと祝祭の中で次のように述べています。中世文化、華やかなりしころ、怠惰とは 怠けて何もしないことではなく暇なくせわしく立ち働くことが「怠い」だと呼ばれていたというのです。もう少し話を続けますとギリシャ哲学の時代平日は暇なしと呼ばれ中世ヨーロッパでは暇とは何もしないということではなく 本来の自分自身に戻るための時間あるいは人間本来の姿に戻ることと理解されていたというのです。ですから暇なしで働きづめるということは本来の自分自身に戻ることを怠っているので怠惰だというのです。ここからもう一度 先ほどのマルタとマリアの話を考えてみると客人をもてなすためとはいえ自分を見失うほど立ち働いて思い悩み働いていない人を責め立てるのは心を乱し本来の自分の姿に戻っていないと言えるのかもしれませんイエスが言いたかったのは 私の話を聞いて人間としての本来のあり方を取り戻しなさいそれが一番大切なのですよということではないかと私は思いますだからマリアは何もしていないけれども良い方を選んだのだとイエスはおっしゃったのだと思います このマルタとマリアのお話は超多忙な毎日を送っている現代日本に住む私たち一人一人に対して思い悩み心を乱すことを避けて人間本来の姿に立ち戻ることの大切さをイエスは友として私たちに呼びかけておられるのだと思います。 人と人とが関わる時何かに心を奪われ思い悩み心を乱していては本当の出会いになっていきませんイエスは私たち一人一人と本当の友達になるために何が本当に大切なのかをしっかりと見極めてそのために十分な時間を割きなさい と教えてくださっているように思いますイエスは優しい眼差しを私たちに注ぎ続けながら私たちの実践と決断を待っていてくださいますマルタあなたは 多くのことに思い悩み心を乱しているしかし必要なことはただ一つだけであるマリアは良い方を選んだそれを取り上げてはならないルカ10章41から42節 この番組で放送された「シスター渡辺和子さんのキリストの香り」「福田勤神父のキリストの言葉」「今井美佐子さんの普段着の信仰」の DVD を販売しています。お申し込み・お問い合わせは電話または「心のともし火」ホームページからどうぞ。 アクシミリや E メールでも受け付けております。